JR 羽越線西名駅で昭和を探せというミッションに挑んだ今回、駅の向かいの通りにある高橋かしほにお邪魔しました。すいません、はい、今私この西名駅の周辺で昭和を探してて、はい、それでまあね、大判焼きもね、うん、なんかこう私も小さい頃から慣れ親しんだ味だな、昭和だなと思ってまあお邪魔したところもあるんですけれども、はい、他にこの辺りで昭和ってありますか？昔のおやつ、はいはい、なんばこっていうここら辺で言うんだけど、はい、そういうのはあるんだよな。売ってるんですか？売ってる人もいる。へー、うん、甘いお菓子ですか？あのドーナツかカリン、ドーナツとカリントンの中間ぐらいのやつ。へー、美味しそう。この辺りで昔から、うん、あったらしいんだよな。あったお菓子、うん、各家庭でも今でも作ってるんですが、 あるかもしれない。へえ、あ、ちょっと行ってみようかな。逆にスーパーなんかに行くとあったらしい。あ、そうなんですね。この辺りのじゃあ郷土菓子的な感じなんですよね。そうそうそう。へえ。いやー、もうあそこの桜満開ですよかと思うとですね、あちら梅も満開です。梅は咲いたか、桜はまだかいな。昭和はどこかにいないでしょうかね。すると大きな公園の前で下校中の小学生に遭遇しました。こんにちは。お疲れ様です。先生、ちょっと一つ伺っていいですか？はい、秋田テレビと申しますが、はいはい、こんにちは。ありがとうございます。あの今、はい、昭和を探してるんですけれども、はい、ここに締めで、はいはい、何か昭和っていう、あそこに座っちゃダメ、車がごめんね、はい、昭和的なものとか、うんうん、昭和がついてるものとか、うん、何かありますか？はい、ここは昭和公園と言います。ここ、はい、ここ昭和公園って子どもたちと呼んでいて。え、そうなんですか？はい、昭和公園って呼んでいます。ここ昭和公園っていう、この人たち1年生で今入ったばかりで、まだわかんない、まだわかんない、ね、でも 2年生以上になると昭和公園って呼んで、あの地域の田んぼを監督された佐々木浩一郎さんの像だよとかお話ししたりして、ここでちょっと歩いたり見たりはしてます。地元の方たちはここを昭和公園と呼んで、と教えられて、ね、ここに赴任した時に教えられて、あ、はい、そうなんですね。昭和ですね。昭和、まさに昭和です。ありがとうございます。ごめんなさいね、足を止めてしまって。昭和公園、うん、ここ昭和公園って言うんだって知ってた？2年生の勉強、どうか、これからお勉強するんだって。2年生の勉強なの？そうなの、2年生でやるんだよ。お腹減った、賢い1年生になったね。お腹減ったね、ごめんね。はい、じゃあお弁当食べてさようなら。元気に挨拶できるといいね。さようなら。かわいい。あの子たちは平成生まれ？昭和じゃないな。でもここは昭和公園でした。見つけましたよ、昭和。西名駅で昭和を探せ、そのものズバリ昭和公園見つけました。ミッションコンプリートです。私が訪れたのは道の駅西名近く、通称ハーブ通り桜並木。およそ 1.3km に樹齢40年ほどの桜が並びます。並木沿いには遊歩道もあり、桜、菜の花、鳥海山を楽しむことができます。
西銘駅から昭和を探すミッション無事コンプリートできました。美味しいものもいただきました。そして桜も見られました。満喫しました。